どうも、WCCF 開封動画、1112シーズン、パート2ということでやっていきましょうか。ちょっとなかなかね、カード開封面白いんでね、このバージョン。ちょっとテンションちょっと一人で上がってますけど、やっていきましょう。まあレアがないんでね、ちょっとそこは残念ですけど、しゃあないっすわ。おー、デルピエーロ、デルピエーロ、左サイド。この頃デルピエーロどこやってんの？あ、でも、352みたいなシステムだったんで、2トップの一角って感じですかね。いいですね。スタミナ13。そうね。スタミナはしょうがないな。いいですね。素晴らしい選手ですね。いや、懐かしい。テンションめっちゃ上がってきた。はい。まだ上げなからん。誰？言われへん。ピオトル・トロホウスキー。知らんな、これ。ドイツ。これ知らん。サイドアタックっぽいですね。スタミナ14か。なんか中途半端やな。スピードもそんなにって感じやし。こんなドイツ選手おらんか知らんかと思う。セビージャだったんか、この頃。おすげえ、イヴァン・ペリシッチ。うわ、すげえ。ドルトモントにいたんや。いや、これちょっと掘り出しもないな。そうやね、サイドアタックやもんね。うわぁ、いいね。ペリシッチってドルトモントなんや。どこのイメージがあったんや、俺。なんか、バイエルンとかインテルってイメージ買ってもったけど。そうね、ドルトモントにいたんや。今、取ってのも移籍しましたよね。確か。インテルから。いやぁ、すごいな。いや、いいや、これちょっとテンション上がってきた。めっちゃおもろい。やっぱおもろいな。まあ、10年前なんで、ね、今現役の選手は絶対いますからね。誰？ニコラス・ガイタ、アルゼンチン代表。サイドアタッカー的な感じかな。ベンフィカ、絶対いらんやろ。ベンフィカこそいらん。でもすごいな、これなんか、めっちゃ能力高いな。今初めて聞いたけど。スタミナ17、スピード17、テクニック16。うん。サイドアタッカーやけど、まあ、でも使えへんなぁ。そうやね。ちょっと不思議な選手やね。でも、アルゼンチン代表に選ばれたんかな？全然知らんよ。ちょっと過大評価しすぎやな。86やからな、ちょっと。高いけどね。有料白扱いやけど。あ、おったな。バネがいましたね。この選手もね、なんかこう、パッとしなかったですよね。中盤のテクニシャン。まあ、結構戦える選手だったんでね。ですけど、なんかこう、なんていうかな、やっぱフィジカルがやっぱり小さかったってのもあって、そこまでなんか大ブレイクしたって印象がないですね。今、確か中東かどっかでプレイしてると思うんですけどね、確か。いや、いいね。おぉ、チソン・バク。チソン・バクって黒やったよ。ずっと白って勝手に思ったけど。そうなんだ。この選手もすごいね。伝説ですよね、韓国も。でもこの人あれですね、指導者にはならないですね。なんか指導者になるんかなと勝手に想像してましたけど。パクチーさん意外とね、大舞台に強いんですよね。なんか意外と強豪とのビッグマッチでゴール決めてた印象がありますね。よいしょ。おっ！出た。エデン・アザール。やばくない。リールのエデン・アザールで。今、レアルでも全然活躍せへんけど。でもあれか、もう30。31なんか。うわぁ、結構年取ってんな、アザール。やばかったっすからね、この頃は。この頃のアザール、ほんとやばかったっすからね。まあ、この頃のっていうか、俺、チェルシーに行ってからしか知らんけど。そうなんや。これちょっと渋ない？ねえ。リール時代のアザール。よいしょ。ちょっと待って。ピールロ被りました、いきなり。また。絶対いらん。絶対あかんやん、被ったら。被るんなしでしょ、さすがに。これも反則よ。よし、行きましょう。変えてくれ。白いの。白いな、ほんまに。ジャンピエトロ・ピンツィ、舐めてんのか、こんなカード、ほんま。イタリア、背番号66件。どういうことやの？あ、でもスタミナ高いな。普通にスタメン張れる選手やん。
でも高いな。ディフェンス14のスタミナ17ですからね。でスピードも15ありますからね。これ有料しろやな。でも知らんぞこんな選手。かわいそうに。さあパート2はこれがラストかな。よいしょ、送るや。ああラサーナディアナ、こいついつ活躍してんの。黒茶やろ白でええやろこれ。これ右サイドじゃないですか。この時なんか片攻めで右でラサーナディアナよく使ってましたね。みんなディフェンスもするし上がっていくしみたいな感じでね。スタミナ18、課題評価しすぎやなこれ。こいつだからもうレアルでは全然活躍できずに消えてきましたよね。いやいやいや、不良債権もええところで。はい、まあそんな感じですね。1112、今から10年前の WCCF のカード開封のパート2でした。ありがとうございました。